3度目の正直。石井和久取締役 GM 兼任監督が就任して2年目を迎えた昨シーズン、チームは開幕からスタートダッシュを決め、5月には球団記録の11連勝を決めるなど首位をひた走ります。このまま独走部位への期待が高まるところでしたが、交流戦頃からは徐々に失速してしまいます。ホークスやライオンズに追い越されると、そのままじりじりと後退、最終的には勝率5割を下回り、借金2でシーズンを終えることとなりました。主力選手の年齢層が高いことが失速の原因ではないかとも言われており、日本一に輝いたファームやドラフトも含め、チームの若返りと新戦力の台頭が期待されます。取締役 GM を退任し監督に専念した石井監督が勝負をかける3年目の今シーズン、オフシーズンには野手の補強を積極的に行っていた印象ですが、そうなると気になるのは投手陣についてです。イーグルスのピッチャー今年はどんな感じ？ということで、今回はそんな東北楽天ゴールデンイーグルスの2023年投手陣を徹底分析していきましょう。データで見る22年イーグルス投手陣、まずは昨シーズンのパリーグ6球団のチーム総合投手成績をご覧ください。オリックスバファローズ、防御率 2.84、 先発 3.28、 救援 2.72、 被本塁打 88、 KBB3.13、 ソフトバンクホークス、防御率 3.07、先発 2.77、 救援 2.96、 被本塁打115、 KBB2.48。 西武ライオンズ、防御率 2.75、 先発 2.99、 救援 2.31、 被本塁打81、 KBB2.26。 楽天イーグルス、防御率 3.47、 先発 3.72、 救援 3.03、 被本塁打123、 KBB2.54。 千葉ロッテマリーンズ、防御率 3.39、 先発 3.35、 救援 3.54、 被本塁打116、 KBB2.47。 日本ハムファイターズ、防御率 3.46、 先発 3.26、 救援 3.83、 被本塁打92、 KBB2.40。 防御率はパリーグ6球団で最下位となっており、さらに A クラスの3チームとは大きく数字を引き離されてしまっていることから、ここがシーズンの命運を分けた重要なポイントだったのではないかと思います。また先発のみの防御率では全体の防御率以上に他のチームに差をつけられての最下位となっており、救援防御率に関しては上位に迫る数字であることを考えると、先発陣の質の向上が大きな課題と言えるでしょう。もう一つ気になる数字として非本塁打数の多さが挙げられます。パークファクターという球場の特性を表すデータによると、本拠地である楽天モバイルパーク宮城は昨シーズン他の5球場と比べて 1.04 倍多くホームランが出たそうで、比較的ホームランの多い球場だと言えますが、それでもライオンズに40本以上差をつけられているのは多すぎる印象です。ホームランは1つ出るだけで試合の行方を大きく左右する力がありますし、不用意に行かず集中して投球を組み立てていく必要があるのではないでしょうか。ここまでマイナス要素ばかりを挙げましたが、現状を好転させる明るい材料もあります。 KBB は奪った三振の数を与えた四死球の数で割ったもの、つまり一つ四死球を与えるうちにいくつ三振を奪ったかを示す数字で、守備や球場といった不確定な要素を除いた純粋な投手の能力を測ることのできる指標として近年重要視されています。この KBB でイーグルスの投手陣はパリーグ2位の数字を残しているのです。このことから昨シーズンは成績こそ振るわなかったものの、他球団に決して劣らない能力を持っていることがわかるでしょう。先ほど挙げた非本塁打をはじめとする長打の多さを改善することができれば、今シーズンは成績の向上が見込めるのではないかと思います。先発陣のキーマンは？ここからは具体的に今シーズンの投手ラインナップを見ていきたいと思いますが、その前に昨シーズンからの戦力的な変化について触れておきましょう。最も大きな変化は頼れるベテラン右腕涌井秀明選手の移籍です。昨シーズンは怪我の影響もあり10試合の登板にとどまりましたが、2020年には最多勝を獲得するなど健在ぶりを見せていて、順当にいけば今年もローテーション入りが濃厚だったと想像できます。よって彼の穴を埋めることが今シーズンに向けての一つの大きな課題になるかもしれません。また4シーズンにわたってイーグルスのブルペンを支えたアラン・ブセニッツ選手も退団となりました。ファンからも愛された助っ人の退団は残念ですが、新天地での活躍を期待したいところです。一方戦力補強として新たな助っ人外国人マニュエル・バニュエロス選手を獲得。
さらにドラフトでは実に5人の大学社会人投手を獲得し、即戦力としての働きに期待がかかります。こうした変化を加味して先発ローテーション予想を見ていきましょう。田中将大、25試合9勝12敗163回、防御率 3.31。 岸貴之、22試合8勝10敗141回、防御率 3.19。 則本貴弘、21試合10勝8敗125回、防御率 3.53。 早川隆久、19試合5勝9敗107.1回、防御率 3.86。 唐島渡る、17試合6勝4敗90回、防御率 3.40。 滝中亮太、15試合2勝9敗78回、防御率 4.62。 今年も100戦連磨のベテラン田中将大選手、岸貴之選手、則本貴弘選手の3本柱がチームを引っ張ります。中でもイーグルスの生きるレジェンド田中投手の今年にかける意気込みは強いのではないでしょうか。球界史上最高年俸である推定9億円でメジャーから復帰して2シーズン先発としての役割は果たしていますが、年俸や過去の実績からすると成績内容ともに物足りないというのが正直なところでしょう。熱望していた WBC 代表にも落選したことでじくじたる思いを持っているでしょうし、もう一度かつてチームを優勝に導いた時のようなピッチングを見せてもらいたいものです。この3人に続くのが早川隆久選手と唐島渡る選手の両左腕です。特に早川選手は先発陣のキーマンといえる存在ではないでしょうか。4球団競合の末イーグルスへ入団した期待のホープはルーキーイヤーからその実力を遺憾なく発揮し9勝を挙げます。エースへの階段を着実に上っていくかと思われた昨シーズンでしたが、全体的に成績を落とし2年目のジンクスにはまってしまう形となりました。肘のクリーニング手術を経て迎える勝負の3年目、まだ全開とはいかないようですが、オープン戦の登板では石井監督も体重移動が良くて腕も上がっていたとコメントしており、復調の気配が漂っています。ベテラン3人を追い越すような活躍を期待したいですね。先発6番手争いの筆頭は25歳でプロ入りした苦労人滝中亮太選手でしょうか。2021年にブレイク、10勝を挙げた実力は確かなものですが、昨シーズンは大きく成績を落とし先発陣低迷の一員となってしまいました。今シーズンは先発が確約された立場ではありませんが、一昨年のような活躍を見せることができれば個人としてもチームとしても浮上していけるのではないでしょうか。また新外国人のバニュエロス選手も先発調整をしているようで、状態が上がってくればローテに食い込んでくる可能性がありそうです。そしてこうした先発の座を虎視眈々と狙うのが期待の若手たちです。オープン戦で好調を維持し、いよいよ本格化が期待される藤平翔馬選手を筆頭に、ドラ1ルーキーの庄司康生選手、ファームで圧倒的な成績を残す高田光一選手や松井智隆選手など、彼らが実績組の壁を越えていくことができれば、チームとしての未来が開けていくのではないかと思います。期待のリリーフ陣、続いてはリリーフ陣について見ていきます。松井裕樹、53試合、51.2 回、防御率 1.92。 西口直人、61試合 55.2 回、防御率 2.26。 孫チャーホー、54試合 51.2 回、防御率 2.61。 酒井智人、34試合 32.2 回、防御率 3.31。 宮森聡、26試合 23.1 回、防御率 1.54。 鈴木空、38試合38回、防御率 4.03。 安楽智弘、52試合 49.1 回、防御率 4.38。 守護神を務めるのはイーグルスが誇る奪三振王松井裕樹選手を置いて他にいないでしょう。未だ20代ながら200セーブ達成を目前にした左腕は WBC 級での不調が気がかりではあるものの、今シーズンでもきっちりとゲームを締めてくれるのではないかと思います。松井選手につなぐ勝利の方程式は、昨シーズンも高い安定感を誇った孫チャーホー選手と西口直人選手が濃厚です。孫選手は WBC、 西口選手はスロー調整で共に開幕から全開とはいかなそうですが、苦しい中盤以降にチームを支えてくれることを期待したいですね。もう一人勝ちパターン入りを狙うのが2年目の宮森聡選手です。昨シーズン途中に育成から支配下登録され、デビューから22戦連続無失点の日本タイ記録を樹立するなど印象的な活躍を見せた宮森選手。
初のフルシーズン参戦となる今年に向けて、いい場面で投げることは大歓迎、選手としての信頼度も高くなるとコメントしており、期待が高まるところです。また鈴木そら選手もスケールの大きさで注目が集まります。武器となるのは、なんといっても185センチ82キロの恵まれた体格から繰り出される剛速球で、昨シーズンは12球団の日本人左腕で最速の155キロを記録しました。課題のコントロールがまとまれば、とてつもない投手になるのではないかという期待が持てますし、いずれは先発で見てみたい選手でもありますね。そして現状のリリーフ陣の牙城を崩すことを期待されているのが、即戦力候補のルーキー駒利隆二選手、伊藤真央選手、林勇希選手の3投手です。それぞれ個性的な魅力がありますが、中でも注目は最速156キロの剛腕駒利選手です。高校、大学、社会人と3度の指名漏れを味わったオールドルーキーですが、その実力は折り紙付き。オープン戦でもしっかりと自分の力を発揮しており、期待は高まるばかりです。こうしてみると不透明な部分はありますが、不安よりも期待の方が大きいという印象ですし、今から開幕が待ちきれませんね。ということで、今回はイーグルス投手陣を徹底解説についてご紹介しました。よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。